今日は玉ねぎのロースト、人参のムスリーヌ添えを作っていきたいと思います。まずは鍋にバター 10g 入れて溶かしていきます。その間に人参、これは小さめだったので2本使っていきます。大きければ1本で、輪切りに切っていきます。舌触りのムスリーヌ作っています。これでひたひたになるまでお水を入れて、人参が柔らかくなるまで煮ていきます。粗熱を取っておいてミキサーにかけていきますが、粗熱を取っている間に玉ねぎ小さめの2つアルミで包んで190度のオーブンで40分ほど柔らかくなるまで焼いていきます。はい、焼いている間に粗熱が取れた人参をミキサーにかけて、生クリームを加えて滑らかになるまで攪拌していきます。滑らかになりましたら鍋に戻して、再び火にかけて塩で味付けをしていきます。玉ねぎ40分したら取り出して、茶色い皮を剥いていきます。かなり熱くなっていますので、やけどに注意しながら、剥いてください。もう丸ごと焼いているので甘みが凝縮されて、とても美味しく仕上がっているはずです。はい、根のところと
上のところを切って、まずはお皿に人参を持って薄いビーヌを引いて、ちょっと2個分多かったので戻しておきます。そこに真ん中に玉ねぎを置いて、ちょっと包丁で切りにくかったんでハサミで上を切って、完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。